自分が受けて大丈夫なのかっていう不安からこれはもう食らいついていくしかないなと思って撮影現場の記憶はあんまないですだから僕もねあんまり記憶がそんななくあそうなんですか はい今回ですね昼間は歯科女子のお仕事そして夜は恋人の匠らと悪事を働く謎めいた時子という役を演じられていらっしゃいます実際にこう作品で役を演じられて何か感じたことなどございますでしょうか、はい、そうですね現実世界ではなかなかない設定ではあったので、はい、そうですね私も正直最初 自分が受けて大丈夫なのかっていう不安から入ったんですけども台本を読ませてもらって監督にお会いしたときに私はまあ監督ともご一緒してみたかったっていうのがすごく大きかったんですけどそうでですねでも皆さんがすごい熟知してそのセリフが入った新しい非常性の女をすごく真剣に作られているのが。 すぐに伝わってきたのであもうこれはもう食らいついていくしかないなと思ってちょっとね撮影現場の曲あんまないですだからそそうななんですか <laughs>、はい、それぐらい濃密全作品7日間って多分決まりがあってその中で撮影しなきゃいけなかったのですごく濃密だったのでそ、うん、そうですねその幸福度はすごい高かったんですけど撮影現場のちょっと覚えてない <laughs>。 やは幸楽さんもその作品撮られている7日間はかなりこの濃密さ前田さんがおっしゃるような暑さをとても濃密だったと思いますあの。自分も松本さんとご一緒したかったですしで実際、前田さんが主演ということもあったのでなんかこの作品は絶対自分もしたいと思いましたしで実際、その7日間撮影がずっとありましたけど僕も、ね、あんまり記憶がそんななく。 うん、あのすごいタバコ吸ってた <laughs> なっていうでもあれは狙いだったので現場の。はい